皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はプロテインを飲むのに最適な、3つのタイミングについてお話ししたいと思います。まずはトレーニング後、運動後、朝食のタイミング、そして寝る前のタイミング、この3つが、プロテインを飲む最適なタイミングになります。まず1つ目のトレーニング後、運動後のタイミング、ゴールデンタイムってよく耳にするかなと思うんですが、トレーニングした後っていうのはやっぱり筋肉が傷ついていたりだとか、エネルギーを使い終わった状態なので、そのタイミングでの栄養補給っていうのは非常に重要になってきます。なので運動後の栄養補給としてプロテインは必ずと言っていいほど飲んでいただきたいタイミングです。まあ、理想を言うと、トレーニング後30分から45分ぐらいの間にプロテインを一杯飲んでいただくっていうのが一番理想的です。2つ目のタイミング、朝ごはんのタイミングです。例えば前の日の夜の7時に晩ご飯を食べ終わったとして、朝ごはんのタイミングが次の日の朝の7時だったとすると、食事をしていない時間が約12時間ぐらい空いてしまうわけなんですね。まあ、夕食で栄養をとっているとはいえ、朝起きた時には体が栄養を求めているような状態になっています。まあ、そのタイミングでしっかり体に必要な栄養を入れてあげるっていうのが本当に重要になってきますので、朝朝食のタイミング、そしてもう一つの理由としては、朝は時間がなくてしっかり朝ごはんが食べられないという方もいらっしゃると思いますし、量が食べられないという方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。タンパク質はお肉とかお魚とか卵とかに含まれている栄養素なんですが、朝からお肉焼いたりとか卵焼いたりとか茹でたりとかっていう時間がなかなか取れないっていう方本当にいらっしゃると思います。私自身もそれはすごい感じているので、朝食のタイミングっていうのは1日のうちで一番タンパク質摂取量が少なくなってしまいがちのタイミングというふうに言われています。例えばもうトースト1枚とかシリアルだったりとか簡単な朝食だったとしても、それにプラスアルファでプロテインを入れていただくことで、1食で必要な分のタンパク質はしっかり補うことができるので、朝食にプラスアルファでプロテインをご活用いただくっていうのも方法かなというふうにています。そして3つ目のタイミングです。寝る前のタイミングなんですけれども、朝食の話とも関連してくるんですが、まあ、7時間とか8時間とか寝る時間を取ると思うんですけれども、その時間は栄養補給をすることができませんので、なるべくその寝る前の体が栄養を十分に補っている状態を作っておくっていうことが重要になってきます。寝る直前に何かこう物を食べると胃の調子が良くなくて寝つきが悪くなってしまったりっていうのではちょっと元も子もないので、寝る30分とか1時間ぐらい前にプロテインを飲んでいただいて、ある程度消化した状態で寝るのが理想的なパターンになります。そのタイミングで選んでいただくプロテインとしては、消化吸収が比較的ゆっくりなカゼインプロテインとか、そういうプロテインを選んでいただくっていうのがおすすめです。さらにですね、寝ている間っていうのは成長ホルモンがすごく分泌されていて、体が成長しようとするタイミング、回復させようとしているタイミングなので、そのタイミングで筋肉の材料になるタンパク質がしっかりあるっていうことが、こう健やかな体を作るっていう上では非常に鍵になってくる部分なので、寝る前の栄養補給っていうところもしっかり意識していただきたいなと思います。よくご質問で受けるんですけれども、筋トレしてない日はプロテイン飲まなくていいんですよねっていうようなお話を質問されることがあります。結論から言うと、トレーニング筋トレしない日もプロテインは飲んでいただきたくて、その理由としては、トレーニングして傷ついた筋肉っていうのはその日のうちに回復するわけではなくて、これは個人差があるものなんですが、だいたい 2,3 日は筋肉の回復にかかるというふうに言われています。トレーニング後だけの栄養補給ではなくて、トレーニングした後の次の日、その次の日っていうのも栄養補給を意識していただくことが、筋肉作りだったり体の回復っていう面で重要になってくるので、トレーニングや運動をしない日であっても日頃のタンパク質摂取っていうところを意識していただきたいなというふうに思います。プロテインっていうのはその日だけこうガッて取ればいいっていうものじゃなくて、こう日常的にしっかり必要な分しっかり取れているかっていうところが重要になってきますので、筋トレするしないに限らず、ぜひ意識して日頃のルーティンとしてプロテインを取り入れていただきたいなというふうに思います。では本日はプロテインを飲むのに最適な3つのタイミングについてお話しさせていただきました。簡単におさらいすると、トレーニング後、筋トレ後と朝ごはんの時、そして寝る前、この3つのタイミングをぜひ押さえていただいて、効率のいい体作りだったりトレーニング効果を存分に発揮するために活かしていただきたいなというふうに思います。
ます。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。